はい、皆さんこんにちは。タップダンサーの穴田秀樹です。今回の解説動画の振り付けはこちらです。はい、今回はこの振り付けの解説をしていきますが、タップダンスの基礎や用語などを確認したい方は、以前ステップ解説動画や用語解説動画などを作っています。概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらをご確認ください。後半では音に合わせて踊りますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速、いってみましょう。今回の振り付け解説は、右足からヒール突き刺して、体を振りながら、たらステップシャッフルステップ、その後前にスタンプクラップって叩いて戻る、ステップステップスタンプクラップ。できたらね、足上げるとこう表情がつくので、このままこうやるよりもちょっとね、パッセで足をくっつけてやってみましょう。頭からゆっくり言いましょう。ファイブ、シックス、セブン、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト。これを一緒にやってみましょう。ファイブ、シックス、セブン。スリーエンド目からクランプロールやります。クランプロール、以前ね、ちょっと使ったことありますけど、分かんない方ね、解説動画を作ってます。概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひそちらをご覧ください。ステップ、ステップ、ヒール、ヒールのことですね。ステップ、ステップ、ヒール、ヒール。これを右足から、ワン、ツー、スリー、フォー。少しね、横に移動しましょう。ファイブ、シックス、セブン。ワン、ツー、スリー、フォー。ファイブ、シックス、セブン。ちょっとだけ正面から移動するので、ヒール打つときに少し横にずらして移動してあげましょう。最後は正面で。そしたら、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト、右足ステップして、トーン、ホップステップ、タタッタタッタ。さあ横にシャッフル、ステップ出して、スタート、ポーズ。スリーエンド目からゆっくり言いましょう。ファイブ、シックス、セブン、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト。これを一緒にやってみましょう。ファイブ、シックス、セブン、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン。頭から通してやってみましょう。ファイブ、シックス、セブン、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、ワン、ツー、ファイブ、シックス、セブン、ワン、ツー、スリー、フォー。やってみましょう。ファイブ、シックス、セブン、ワン、ツー、スリー、フォー、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 ファイブ、シックス、セブン。ステップとかヒールとかいろんな単語がありますけど、使い方とかね、使う足の向きとか角度っていうことで、いろいろ見せ方が変わってくるので、ね、最初とかもちょっとこういう気をつけたりとか、いろんな場面をね、見て真似してもらえればなと思います。それでは、メトロノームに合わせてやってみましょう。右足から、ファイブ、シックス、セブン。左足から、ファイブ、シックス、セブン。
反対向きになって一緒にやってみましょう。右足から左足から一緒にやってみましょう。5、6、右足から5、6、7。今度は左足から5、6、7。反対向きになって一緒にやってみましょう。右足から5、6、7。今度は左足から一緒にやってみましょう。5、6、7、8。右足から5、6、7。今度は左足から5、6、7。右足から一緒にやってみましょう。5、6、7。今度は左足から一緒にやってみましょう。5、6、7。今回はいろんな単音タップという単音のステップとシャッフルなどを組み合わせた超入門レベルの振り付けをお届けしました。この超入門レベルというのはもうベースとしては単音ですね。ステップとかヒールとかを使っていろんな見せ方や使い方などをお届けします。なので皆さんね、できたら過去の動画などをご覧いただき、いろんなステップをね、いつも言うんですけど引き出してるんですけど、いろいろ蓄えていただいて、いろんな応用に使っていただければなと思います。で、ね、過去も同じステップいっぱい使ってます。ぜひね、時間があったら過去の動画も見直してみてください。今回も最後までご覧いただきましてありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。